はい、どうも、うずです。今回はちょっとおしゃべりするだけの動画になりますけれども、ドラゴンクエスト、ね、ねって言われても困りません。ドラゴンクエスト3リメイクの話が、最近ちょっとね、海外の掲示板ですよね、ネットの。で、ちょっとリーク情報のようなものが出て、まあ、ドラゴンクエスト3のリメイクが2022年、まあ、そしてファイナルファンタジー7リメイクの2番作が2023年、というような書き込みがあったということで、ざわ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 したわけですね、ネットで。ネットですよ。で、この情報に関しては、信憑性は、かなり薄いということなんですけれども、ただ、ちょっとありえそうな話ですよね。まあ、というのも、今、2020年にこのお話をしてますが、3年ぐらいやったら FF7 リメイク2、まあ、出そうかなって思いたい気持ちがあったり、まあ、あと、ドラゴンクエスト3リメイクに関しては、ドラゴンクエスト11、こちらを開発するときに、ドラゴンクエスト3を題材として、その世界観とかそういうチューニングをしたって、チューニングって言い方で合ってるかな、そういったことをやられたっていうのを記事で読ませてもらったことがあるので、まあ、堀井雄二さんがね、そういうことをおっしゃられていた、記事があったので、まあ、ドラゴンクエスト3のリメイクは実際ちょっとありえそうですよね。で、その時もかなり要望が強かったんですよ。中にはね、やっぱり、ドラゴンクエスト3なんか今更出してどうすんのって散々スーファミとか、まあ、ちょっとスイッチとかでもね、ロット3部作とか、出されているから、もうドラゴンクエスト3なんて古いコンテンツでしょなんて方がいらっしゃるんですけど、まあ、やっぱりね、私みたいなおじさん世代は、ドラゴンクエスト3を今のね、グラフィックで遊びたいんだよ。なので、スクエニさんがね、ちょっともう開発やってくれてるとは思うんですけど、ドラゴンクエスト3をドラゴンクエスト11のような形にするのは決して難しいことではないみたいなことをおっしゃられていたので、お願いします。という感じのお話をちょっと今日したかったんですよ。で、今回の動画がそんな多くの方に見られてるとは思えないんですけれども、まあそのドラゴンクエスト好きの方で、ドラゴンクエスト3の思い出、何かありましたら、ちょっとコメント欄の方に、ちょっと一言でもね、いただけると嬉しいです。ドラゴンクエスト3って、今の RPG で言うと、そんなにね、ボリュームって大きくないんですけど、まあ当時はすごいあれがね、大きな世界に感じて、それで、印象に残るイベントがすごく多かった気がするんです。ヤマタノオロチにしたってそうだし、カンタタだってそうだし、シャンパーニュの塔とかね。シャンパーニュの塔とか懐かしいよね。私としては印象に残ってるシーンとしては、ちょっとベタなんですけれども、やっぱりバラモスを倒して下の世界があったっていう、あそこの場面ですよね。最初の目的の魔王バラモスを倒す。でも、まだ先があるっていう。そして下の世界行ってみたら、それがアレフガルドだったっていう。あれはでも、多くの方がね、ここ多分好きだと思うんですけど、ベタですけどそこが好きですね。ベタ好きなんで。はい。といったところで、今回ちょっと FF7 リメイク2の話もちょっとちょこっとね入れちゃってますけど、まあ今回の話はドラゴンクエスト3リメイクに期待すること、まああとは思い出、そういったところをお話しできればなという動画でございました。ちょっと短い動画にはなりましたけど、今回の動画が面白かったって方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。でもね、ドラゴンクエスト3リメイクを噂が出てちょっと期待するっていうところもあるんですけど、でもどうせだったら、ロト3部作全部、ちょっと、今のドラゴンクエスト11のグラフィックで遊んでみたいなっていう気持ちもあります。3部作全部いけちゃいそうじゃない？やったら。そうもいかないかな。まあ、売り上げね、見込めると思うんですけどね、どうなんだろうね。スタッフとか人員を絞ってね、作ったらコストもまあ抑えめで、まあ、そこそこ売れたらいいなぐらいの。そこそこじゃダメなのか。そこそこじゃダメなんですか。